どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、5月25日、阪神 VS ロッテの試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神負けました。はあ、逆転負けでございます。えー、交流戦初戦、できれば取りたかった。まあ、実際流れ的にも、まあ、阪神的には悪くなかったので、その、広島戦3連戦が、ね、中止、まあ、延期という形になって、 ま実践感覚がないとか、まあまあいろんなね、デメリット的なものもあったんかもしれませんけど、まあ試合展開的にはそんなに悪くなかったはずなんです。まあ残念ながら。 っていう感じですね。まあ、もう切り替えていくしかないんで、明日から練習すれば、えー、もなかったという風に取れるんでね、明日から頑張りましょう。というわけで、スタメンオーダーから見ていきましょう。1番センター、近本選手。2番ショート、中野選手。3番ファースト、マルテ選手。4番サード、大山選手。5番レフト、サンズ選手。6番ライト、佐藤選手。7番、キャッチャー、梅野選手。8番、セカンド、小畑選手。9番、ピッチャー、西選手ですね。そして、相手チームのオーダーがこちらになっております。というわけで、打撃陣から見ていきましょう。 しかも選手ですね、4打数無安打です。レフトフライ、ライトフライ、ピッチャーゴロ、ファーストゴロという感じです。え、レフトフライ、ライトフライ、え、なかなか当たりは良かったと思います。残念ながら正面に飛んでしまったという感じです。え、ピッチャーゴロに関しても、当たり的にはね、まあまあ、バットが折れてとかっていう部分はあったりするんですけど、まあ、ピッチャーが取ってなかったらとかっていう風にね、ままあ、ポジティブに考えていきましょうという感じなんですが、 うーんまあね、その交流戦初戦で、やっぱり一番近本っていうところで、えどんどん出塁してもらったらなぁとは思ったんですけども、まあ今日はね、運がなかったという風に見るしかないんですかね。まあまあ次回期待しております。 はい、続いて中野選手です。4打数2安打1盗塁です。サードゴロライテへのヒット、セカンドゴロセンターへのヒットですね。えー、っと、ヒット2本打って、久々じゃないかな。2番に入ってからヒット打ったっていう印象が僕はないんですけども、えー、盗塁もしっかり1個決めて、そしてワイルドピッチの間に、えー、しっかりと3塁に進んだというところもあったりしたので、総塁というところにおいてめちゃめちゃいいことをしてくれましたし、ね、えー、ヒットも2本打ってという感じなので、 まあ、その、なんと言いますか、近本選手が出塁して、で、チームバッティング、え、ケースバッティングという点においては、わからないです、正直。まあ、僕は割とずっと言い続けてますけど、2番中の選手かーっていうふうに言ってるんですよね。まあまあ、今日はなかったですけども、そういうところでね、どんどん活躍していってもらったらなっていう感じですね。普通にヒット打てよ、お前ってなったら、普通に打てる方だと思ってるので、まあまあ、このままとりあえず続けてもらったらいいんじゃないかなと思ってます。 はい、続いて、マルテ選手です。3打数1安打、2打点、1本塁打、1ファーボール、1三振です。ファーボール、戦隊のツーランホームラン、ファーストフライ、三振ですね。うーんー、マ、ま、ルちゃん、やっぱすごいね。1打席目、ファーボール。ね。もう、選んだよな。えぐすぎ。マジで。これ、えぐい。そして、2打席目、戦隊のツーランホームラン。その、二木投手がね、ちょっと持ってる間合いが結構長くて、まあ、2回ぐらい、ちょっと止めてたかな。 まあまあそういうところも含めて、なんかちょっと入りづらいんかなという中でのツーランホームラン、逆転のツーランホームラン。これマルちゃんやばいってマジでいい感じな活躍してくれてますね。え、そしてですね、まあ4打席目のね、その見逃し三振できれば振っていただきたかった。 できればね、まあ、ちょっと低いと見たというところではあると思うんですけども、できれば振っていただきたかったぐらいで、まあ、マルテ選手自体はしっかりやってくれてると思います。はい、続いて大山選手です。4打数1安打です。レフテへのヒット、ファーストへのファールフライ、ライトフライ、レフトフライですね。えー、っと、復帰、1本目、しっかりと出ましたね。こういう点においては良かったと思います。うん。ま、あそれに尽きるかなと思いますね。 そもそもね、その二軍戦での復帰戦というところにおいても、まあ雨で流れるっていうことがずっと続いてて、もうほんと最近でしょ土日でようやくやったっていう感じじゃないですか、先週の。だからそこから考えたらね、ちょっと実戦離れてた中での、 えー、二軍戦復帰。まあ、そこでもヒット一本ずつ打ってるんですけども、えー、一軍戦というところでは全然変わってくると思います。えー、その中で一打席目から一本ヒットを打ってくれたっていうのは良かったと思いますし、えー、ライトフライ、レフトフライという点においてもなかなか当たりは良かったです。 ま、レフトフライに関しては先っぽやったなーぐらいで、まあ、先っぽじゃなかったら同点ホームランっていうところもあったんじゃないかなと、上がり方的にはね、めちゃめちゃ良かったので、まあ、完全なるシンクってたら多分いってたと思います。それぐらいね、大山選手の状態って悪くないと思うので、明日からも期待しております。はい、続いてはサンズ選手ですね。4打数2安打1打点1本塁打です。ファーストゴロセンターへのソロホームラン、レフトにヒットをセカンドフライですね。えー、サンズ選手もね、続いてくれました。ホームラン、もうやばい。もうマジでやばい。 ね、三、えー、打席目もね、レフテーネヒットっていうところで、まあ、チャンスに繋がっていったっていうところもあるので、サンズ選手もね、頑張ってくれてると思います。打率に関しても2割8分1輪というところです。えー、クリーンナップがマルテ選手3割1輪大山選手、まあ、ちょっと離脱はありましたけど、2割8分9輪サンズ選手が2割8分1輪というね、えー、とんでもないクリーンナップでございます。明日はね、この3人でもっともっと点取ってほしいなという感じですね。まあ、今日に関しては、えー、サンズマルテというところでね、しっかり3点取ってくれたので、えー、大山 選選手手にも期待しておりますサンズ選手は今日もやってくれました、はい、続いては、佐藤選手ですね。4打数無安打です。レフトフライ、ライトフライ、ピッチャーのエラー、サードフライですね。うーん、まあ、レフトフライ、ライトフライに関しては、特別悪いとまでは言わない。まあ、今日ね、全体的に見ても別にね、その、いやー、やめてよ、そのあたりっていう感じの当たりではなくて、その、おー、いい感じで上がっ、いや、正面か、っていう感じなものが多かったんですよね。 まあまあ、その最たる例というか、佐藤くんもそういうあたりになりまして、で、ピッチャーのエラーでね、えっと、ワンアウトランナー三塁一塁という場面にはなったんですけども、まあ、梅野選手併殺というところにはなってしまったんですけどね。まあまあ、佐藤くん自体は、佐藤くんらしさという点においてはやってくれてると思います。久々のライトでね、まあ、エラーはならなかったですし、その点において点は入らなかったですけども、まあちょっとね、ライトは怪しい部分はあったかなと思いますけど、まあずっとサードやってたからね、まあそこら辺はね、修正は全然効くと思うので、 ね、えー、大丈夫だと思ってます。次回はホームラン期待です。はい、続いては梅野選手です。4打数無安打1併殺です。セカンドゴロ、ファーストゴロ、セカンドへの併殺はショートゴロですね。えー、1打席目に関しては11球、まあ、12球目でセカンドゴロという感じで、まあ、梅ちゃんらしさ、粘って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 、ヒットにはならなかったですけども、まあ、しっかりやってくれてると思います。まあ、できればね、まあ、得点圏の鬼なので、3打席目。 んー、閉じゃなくて、ここで1点取ってたらなとかっていう風に、ま、高望みはしてしまうんですけども、まあまあ、梅野選手自体は頑張ってくれてると思いますが、え、1点だけ、1点だけ言いたいことが、あの、ま、岩崎選手の時に、マーティン選手にホームラン打たれてしまって、逆転されてしまうんですけども、まあ、その結果論なんですよ。後から何でも言えるので、これも結果論っていうところに尽きるんですけども、ストレートに合ってなかった中で、変化球を投げて、変化球を狙われてて、ホームランになったと。 ま、あ確かに、その変化球どっちも合ってなかったって言ったとはいえ、逆球のインコース高めのストレートだったんですよね。だから、ここに関しては、その逆球になってしまった。 ま、基本的にはアウトコース攻めてくるだろうっていう相手の考えから逆玉になったから空振りになった。まあ、その、もっともっと言うのであれば、小木野選手にストレートを打たれた岩崎選手のっていうところを考えれば、ストレートやっぱパリーグの選手強いな、ストレートで行くのやっぱ怖いなっていうところになってしまって、最後の変化球ちょっと真ん中らへんに抜けてしまいましたね。ライトに運ばれてしまったと。まあ、まあ、結果論ではあるんですけども、個人的には、ま、投げミスして打たれるならストレートの方が良かったんな。 というふうには思ったりします。まあまあ、結果論でございます。はい、続いて、大畑選手です。3打数1アンダーです。レフテイのツーベースヒット、レフトフライ、ライトフライですね。えー、今日全部1球目打ってます。そして、まあ、ツーベースヒット、しっかりヒットにはなりましたし、えー、レフトフライ、ライトフライ、なかなか当たり強かったです。ほんまにいい感じですね。そして、守備で2つ、めちゃめちゃいいプレイありましたね。全身守備という中で、ね、あれをアウトに取るっていうのはね、めちゃめちゃ素晴らしいプレイだったので、まあ、 だからはどうなるかわからないですけども、まあ、いい状態が続いてると思うので、スタメン期待しております。はい、続いて西選手です。2ラス無安打1三振です。三振サードゴロという感じです。まあ、こちらにおいては次回期待です。はい、続いて伊藤選手です。1ラス無安打です。センターフライですね。まあ、角度的にはね、なかなかいいなというふうに思ったんですけどもね。うん、まあまあまあ、これはしゃあない。次回期待です。はい、最後ですね、ロハス選手です。1ラス無安打1三振です。三振ですね。うん、まあ、しょうがないよ。はい。 それぐらいです。じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、西投手、岩崎投手、岩沢投手、石井投手ですね。西投手、7回投げて108 9 7アンダー8三振2失点です。え、久々に、西くんらしいピッチングっていうところを見れましたね。もうマジで、ほんまにいい感じっていう風にしか言えません。まあ、球数がね、もうちょっと少なければ、8回は行ってたと思うんですけども、 まあ、まあ、西くん、どうなんやろな。まあ、8回、まあ、岩崎さんも打たれてないとかさ、まあ、勝ちパンにつなげていこうとかっていう部分もあったりするんかもしれませんけど、まあ、どっちかっていうと、やっぱり西選手の方が合ってなかったんでね、その相手打線に関しては、行ってほしかったなとは思います。まあ、120球、130球ぐらいまでは、西くん全然投げれると思いますし、行ってほしかったなというところではあるんですけども、まあ、結果論なのでね。まあ、西くん自体は久々の、え、いいピッチング見れて、めちゃめちゃね、嬉しかったですし、うーん、まあ、 なんと言いますかね。その、初回に関しては、やっぱりまだ、悪い状況が続いているのかなと思ったんですけども、まあ、しっかりね、立て直して、その後は2失点で抑えるクオリティスタートですね。素晴らしいと思います。はい、続いて岩崎選手です。3分の0を投げて16球3安打3失点です。んまあさっき梅ちゃんの時に言ったような感じですかね。まぁ、小木野選手に打たれてしまったとか、まあマーティン選手に打たれてしまったとか、まあまあいろいろあるとは思いますけども、 うん、ね。まあ、広島三連戦が中止になって、でいいように取れる部分、えー、中継ぎ投手であり、まあ、梅ちゃんとか、まあ、マルテ選手、サンズ選手っていうところが、まあ、休養。 挟めるというところ。えー、いいところを取れますねって、ポジティブに取りましょうってなったんですけども、ネガティブに取るのであれば、やっぱり実践感覚というところが失われてしまうっていうところですよね。まあ、ピッチャーに、まあ、打者に関してはね、まあ、それこそ二軍でちょろちょろやってる選手がいたので、ま、あ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 とは思うんですけども、ピッチャーに関してやっぱしんどい部分あるんかなとは思ったりします。ただ、もうこればっかりは、岩崎選手打たれてんからしゃーないって、ね、ま、いろいろちょっと調べてみたら、 もう、スワレスしか守れへんやん、みたいな感じで酔ってましたけども、いやいや、ザキさんで打たれんやともうしゃーないって、ね、明日から来たいです。 はい、続いて、岩佐投手です。1回投げて21球、1安打2三振無失点です。ね、えー、っと、岩崎選手が1個マアウト取れへんっていうところがね、まあ、めちゃめちゃ珍しいですけども、まあ、悪い中で出てきて、で、しっかりと岩佐選手がゼロで切ってくれた。ここに関しては良かったんじゃないかと。まあ、厳密に言えばね、その岩佐選手が出したランナーというところは変えさせてしまったんですけども、それでもね、まあ、自責点はゼロですし、まあ、最低限の仕事をね、しっかりこなしてくれたので良かったんじゃないかなとは思ってます。 はい、最後ですね、石井投手です。1回だけで18球、1安打、1三進、1フォアボール、無失点です。フォアボールは深刻敬遠なので、まあどうでもいいと思ってます。はい。えー、っとですね、うーんー、まあ最後の方に関してはシンカーを投げ始めたりとか、スライダー投げ始めたりとかっていう感じになったんですけども、やっぱり、その、ちょっとだけきつめに言うと、カウントはそんなに良くならんよなって感じ。ストレート、 が強いパリーグっていうと特にですよねまあ、なんだかんだで低めに落ちていった、まあ、もっと言うならボール球のスライダーを振ってくれたりだとか、その、石井投手に関しては助けられたまあ守備にもっていうところなんですけども、そういうところの方が強いと思うので、 そのね、オープン戦とか、まあ、キャンプ中に投げてた感じのイメージではまだ見れないかなとは個人的には思っておりますが、まあ、しっかりとね、ゼロで切れたという点においては自信につながると思うので、このね、ピッチングを次回に活かしていただきたいなと思っております。はい、というわけで本日は5月25日、阪神 VS ロッテの試合について語らせていただきました。ね、えー、まあ、阪神のお話をしましたけども、ね、えー、鳥谷選手がタイムリーを打ちました。 えー、まあ、実質阪神の選手というところがあるので、えー、今日は4対4でございます。なんてことをね、まあ言うわけにはいかないんですよ。はい。まあ明日から切り替えて頑張りましょう。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方にツイッターと Instagram のリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。